け。いやいや、いやこれめっちゃめっちゃし、え、はこれやばいやばい。Hey, David! お前の忘れ物を届けに来たぜ。これが来月のあなたのプロジェクトに割り当てることができる最後の治療法のケースです。あなたが私たちのリソースを過度に、拡張しないように地元の被験者にテストをシフトすることをお勧めします。あの人さ、どっかの研究機関の人じゃない？下で行こうか。まだ笑ったこいつ。 You're dead. You hear me? Dead. お前は死んだんだ。え、やばいやばい、敵対した。バカ、ふざけんな。はい、こんばんは、島津です。本日もね、ステートオブディケイ2やっていきたいと思います。前回ですね、まあ向こうの組織、ごめん、正式名称が出てこないんですけど、ディジゴイカなんかだったと思うんですけど、あいつらがね、本格的に、襲ってきました。うん。で、コミュニティの中にはね、その暴力に屈してしまって、向こう側にね、ついてしまうやつとかも出てきて、ちょっと大変な状況になっておるんですけど、まあその続きからやっていきたいと思います。で、今回はですね、ちょっとフォートライナーズ、北側にあるフォートライナーズのミッションが発生してて、これをちょっとクリアしないとね、どうやらコミュニティ消滅してしまうっぽいんで、急いで向かいます。うん、ちょっとね、あそことはね、もう、結構な、馴染みの人たちばっかりなんで、なくしたくないんですよね。ヘイ、ターナー、どうした？誰が消えた？タービーとかがいなくなったか？どうした、どうした？来たぜ。あ、ローガンがね、ローガンがこれ本拠地見つけたっぽいね。うん、今来てる、うん、あの部隊の本拠地を見つけたみたいで、今から攻めに行こうって言ってるわ。まあ、それよりかまずこっち。あれ、タービーが消えてる。タービーがいなくなってる。嘘やろ。ポーティアとターナーしかいない。タービーどこ行ったの？タービーが最近戻ってないんだ。彼はスヌーとの資料とファームサプライに探しに行ってくれないか。行く。That's what I wanted to hear. タービー。Keep your wits about you. All right, my friend. Nice to see you again. ちょっと待って。You got something for me? Yeah. タービー。どうしたんだよ。待って、助けないと。タービー。あれ？人いなくね？死んでる？誰か生きているか。あ、タービーいた。タービー来てくれて嬉しいよ。足首を捻挫してしまってな、一人では出れなかったんだ。ああ、なるほどね。来い。怪我してたみたい、タービー。なるほど。ちょっと外した。銃も使っとかんとね。今回使ってるのね、アンドレアです。ちょっと実戦経験積ましてね、経験値上げとこうと思って連れてきたんですけど、まあよかったわ。2人とも、ただ単純に捻挫してただけだったみたいだよ。よかったな。オッケー。はいはい。あ、おお。俺を撃ってきたのかと思ったよ。タービー。あ、よかったよかった。はい、これで一件落着かな。あ、なんか不思議な放送来てるわ。ちょっと行こうか。ハリーが何を言ってるかを見るために、ホブソンクリニックへ移動。怪我してんのかな、ハリーよ。はい。ヨーってどこいる？あ、いた。どうした？この狂った元レッドタロンの男が私の昔のチームを引き継いだんだ。みんな狂ってしまった。お願いだから仲間を傷つけずに彼を連れ出すのを手伝ってくれ。はいはいはい。あの、狂気にさらされた元レッドタロン、あの、軍隊ですね。うん。の男がチームを、まあ、引き継いだ。乗っ取ったみたいな感じかな。うん、実質。乗っ取って、今、コミュニティが大変な目に遭ってるから、そいつだけをどうにかしてくれっていうミッションみたいですね。じゃあ、受けましょうか。任意。ハリーの友人、ジョーシアと、
もお、生け捕りにする。生け捕りって何？話し合って連れてくるって意味じゃないのかな、これ。小型ウォータータワーのところに行き、レッドダロンの仮面の男を殺す。はいはいはい。あ、生け捕りっていうか、攻撃するなって意味だと思う。攻撃とかそういったのをせずに、仮面の男だけやって終わり。っていうことかな。まあ、任意目標なんでね。あ、ここだね。任意目標だから、まあ、ちょっと友人殺してしまっても、不良の事故で。まあ、特に支障はなさそうな気がする。ウォータータワーあったよね。ある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 。そう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 。いた！仮面の男いたよ。あれ仮面の男なのかな？遠くすぎてわかんないんだけど。裏から。うん。危ない。ちょっと待って、なるべく音立てたくないんだけど。眠った眠った。オッケーオッケー。こっからちょっと隠密で行こう。うん。これならバレないんじゃない？バレてるー！バレてる！え？待って待って。やばいやば。ちょっと飛行。飛行。なんかやべえもん持ってんだけど、あいつら。は？待って待って待って。やべえもん持ってんだけど。何？今の。あれかな？毒ガスかな？あ、やばい！バトってるバトってるバトってる。バトってないか。これも飛行か。仮面の男ってどれ？みんないない？ほら。みんなで協力してるよ。どれが仮面の男？え、これちょっと難易度高くねえ？あいつか、あいつか。マーキングされてた、マーキングされてた。あいつだけ引いてしまえばいいんでしょ？バレちゃってたな。仮面の男だけか。やべやべ。あれ、ブローダーの毒ガスやん。え、どうすっかな、これ。ミッションちょっと難しめじゃねえ？これ、アンドレアには気が重いミッションな気がする。ちょっと待って。いやいや。いや、これめっちゃ、めっちゃし、え、は、これやばいやばい。やばいやばい。範囲攻撃だからきつい、きついて。よしよしよし。ゾンビたちとやり合ってる。ちょっと待って。今のうちに、今のうちに、やべえわ、ブローターのやつ。あれ、食らったら。いや。あ、やばい、死ぬ。ちょっと待って。やべえ敵相手にしてる気がする。回復して。待て。いやいや、お前をやりたく。これ、これダメだ。これダメだ、一旦撤退した方がいい。やばいやばい、ダメージやっぱでかいわ。一撃、銃の一撃でかい。部が悪い。もうダメ、ほんとダメ、ほんとダメ。スクリーマーとちょっと勝ち合わせよう。様子見よ、様子見よ。やっぱ銃のダメージでかい。銃のダメージでかいぞ。乗って乗って乗って。逃げよう逃げよう。これは無理だ。これは無理だ。ちょっと、一旦避難。スナイパー系がないと、暗殺向きのやつがいないとダメだわ。どうしよっかな、これ。無理にいけるかな。3人、一回引こうか。ほら！よしよし！あ、やばい、リロード。いいな。これ、くそ一人、一人だけいけど、やるって難しいぞ。全員結束が固いから。引いてもね、すぐは死なないからね、こいつら。あ、ダメ。ちょっと、バカ！死ねよ！早く銃構えて。いった？やった！やった！喧嘩する？喧嘩する前にある！終わった終わった終わった。終わった。
いや、あのガス吸ってる間銃すら構えられないからきついわ。てかやっぱヘッショだ。ヘッショが一番。何事も。銃で撃っても全然くたばんなかった。で、二人撤退したね。リーダーが消えたから。どうにか約束は守った。いや、かなり難儀だったけどね。これまたアンドリアにとってはかなりきついミッションだったわ。くそー。まさかこんな武器持ってるとは俺思わんかった。ブローターの武器しかも連射してくるし。ガスランチャー。ガスランチャー、おそらくこれ ブローターの液体使って撃つやつだよね。いや、違うな。あのガスランチャーって、軍で使ってるガスランチャーだよ。あの、ブローターのガスって、あれ、すると HP が減っていくんですよ。HP と、確か、スタミナが減っていくはずだったはず。だけど、このガスランチャーはね、スタミナしか削れてなかったんですよね。だから、おそらくっていうか、まあ、軍用のガス弾だね。やったよ。ちょっときつかったけど、かなりきつかったけど。銃一発一発のダメージもでかかったからね。はい。だから、彼はついに消えてしまった。そうです。そうだな。頑張ってピースを元に戻してね。ちょっとね、仲良くしてね。Hey, I want you to have this. クロスボウもらった。ハンティングクロスボウ。はい、どうにか。あ、来た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 。おめえら、もう悪さすんじゃねえぞ。いやー、見事じゃねえよ。お前、さっき撃ってただろう、俺たちを。科学の能力持ってる。あ、欲しいな、この子。はい、それじゃあね。レガシーミッション。保安官、時間だよがね。アンロックされたんで、これやっていきましょう。溝のリーダー、デスティニーを追い詰める。え？溝裏切ったの？ん？裏切ったのかな？有効的って今出てるけど。追い詰めるってそういった意味だよね。まあでも今酔ってくれって言ったね。鹿農家の、ウィジゴスベースに移動する。鹿農家のウィジゴスベース。どこだろうね。どっかに拠点があるっていうのは割れてるっぽい。あ、ここだ。ここに今いるみたいだから、ここに襲撃を仕掛ければいいんだね。で、溝がもし裏切るようだったら、まあちょっと戦うことになるよね。もし戦わないようだったら、そうだね。仲間に、フォロワーにして、一緒に、ウィジゴスを襲撃しましょう。果たしてデイビッドはあそこに帰ってきてるんですかね。車なかったんだけど。来たよ。なんだ。溝に話しかける。あなたが助けてくれた地元の人たちに会って、あなたの助けになると思うグッズを調達してきました。翻訳がね、悪いよ。追い詰めるってね、なんか裏切ったもんかと思ったけど、なんか物資を持ってきてくれたみたい。ありがとう。グレネードくれたみたい。ああ、すげえ助かるわ、それは。じゃあ、これ持って。だよね。あ、スモークね。焼夷スモークだって。煙も発しながら、かつ、ダメージも与えるってやつじゃないですかね。それか単純に目くらまし用のやつ。ありがてえ。これがあれば、あいつら、一網打尽にできんじゃない？こう、うまく近づいてね。何人いるかわかんないよね。何人いるかわからんから、範囲系の攻撃、できるもん持っていっとくのもありかもしれない。え、結構遠いな。近いって思ってたけど。どこだ？どこを拠点にしてんだ、あいつら。ようわからんぞ。建物だよね、多分。おっと？待って。ですね、さっきのミッション、ちょろっと見えたと思うんですけど、どうやらですね、調べたら、あれで終わりみたいです。このゲームの特徴なんですけどね、今リーダー、ローガンじゃないですか。ローガンって保安官なんですよね。この他にも建築家、司令官、トレーダーっていうね、リーダーの職業っていうのが存在するんですよ。それごとによって、ミッションって変わってくるんですね。ということなので、リーダーが保安官としてのストーリー、お話がね、終わるみたいなんですよ。それで、以前ね、別の街に行きたい。違うマップでいろいろ活動していきたいって言ってたんですけど、そうですね、まさかね、もうこれで、保安官の、ローガンのお話自体が終わる、とは思ってなかったんですよ。なので、ちょっと構成を変えまして、今回で、ローガン、ね、
保安官としてのお話をここで完結させて、多分前回の動画でシーズン2とか言ってたんですけど、ちょっともうそこもね、いろいろちょっと変えときます。うん。真のシーズン2として、次回からは別のマップに行って、こことね、違うマップに行って、かつ別のリーダーでお話をね、進めていこうかと、うん、思います。はい。まあそういった構成でね、次回やっていきます。うん、なので、老眼として、保安官としてのお話は今日で終わりです。いや、まさかね、こうなるとは思ってなかったんでね、ちょっと今、急遽考えた、うん、流れです、これ。そして、やっぱ最後はね、うん、共に、ね、今まで生き延びてきた相棒、ブレイクを連れて、お礼参りに行っていきたいと思います。で、ね、せっかくなんで、これもね、うん、そうだね、持ち主に返しに行きましょうか。インパラってかっこいいけどね、燃費が悪いのが欠点だよね。はい、じゃあ受けます。ちょっと待って、はい、受けた。よいしょ。そう、あのね、このメインミッションクリアすると、そう、遺産っていうね、システムが発動して恩恵がもらえるようになるんですよ。うん、まあ、遺産のね、詳細な説明についてはまた説明できる機会が来るんじゃないかって思ってます。それではお礼参り行きましょうか。はい、もうすぐだ。そうだな。うん、どこだ？こっちっぽい。こっちっぽい。ここじゃなかったんだ。うん。あそこだ。でかいね。さあ、たくさんいるわ。Hey, David! お前の忘れ物を届けに来たぜ。どこいる？デイビッド、ビジゴス。うん、お前の忘れ物届けに来たけど、待って、これうかつに近づけんぞ。敵いないもん。どうしよっかな。どうしよう、どうしよう。こう、一気にこう突っ込んでいってね、うん、届けてやろうと思ったんだけど、来た。どこだ？なんてことだ。この町が、あ、私が法律だ。お前に死刑を宣告する。あれ、いなくね、これ。いないよね。いるか、中いるのかな。ちょ、いいや、もう乗り込もう、乗り込もう。何人いるかわからんけど、とりあえず中入ろうか。ん、泥棒がたくさんいた。あ、いなくなってんだ、こっから、うん、ビジゴスのリーダーを殺す。ちょっとまずいな。すまんな。はい、いなくなってんね。あんだ、逃げたんだ。2キロ先ってなってるもん。え、いるのかな。どうなんだろう。いないよね。拍子抜けだよ。もぬけの殻じゃん。2階に行けば出てくるのかな。2階。え、ちょっと待って、ちょっと待って、拍子抜けなんだけど、いないんだけど。これさ、もう一つのあっちのミッションもやらないと発生しないのかな。どうなんだろう。任意って書かれてないな、よく見たら。行かないといけないのかな。まあまあ、とりあえず、こっちだ。ここを登っていくと、屋上かな。屋上でやるってこと。どこいる。ここだ。ここに登ったら始め、いや、いた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 。え、普通に一人しかいねえんだけど。普通に一人しかいないんだけど。味方は？あんたの方のビジゴスさん。うん。デビッドさん。味方は？あ、あ。ほら、うるるるる。歓迎の花火だ、くらえ。引くやろう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 。どうだどうだ。気持ちいいか。気持ちいいか。お前のための祝砲じゃ。あ、やばい。リロードの時間来ちゃった。はい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 。倒した。オーケー。花火で倒してやったで。起き上がる。はい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 。終わった。終わった。ね、お前の死の祝いの花火をぶちかましてやりました。あれ？めちゃんこ拍子抜けなんだけど。仲間いないやん。お前だけやん。
It wasn't easy. God knows we've lost too many along the way. But we've made this town better than we found it. By working together, we built something that can last. And if we can do it here, we can do it again somewhere else. Brick by brick, town by town, we're taking this world back. はい、終わりです。第一章ですね。State of Decay。保安官編になりました。そしてこれがクリアしたことによっての、特典の一つですね。まあ、今の恩恵が得られるってことです。で、これはですね、レガシーの編集っていうのがあって、実はですね、もうこの時点でゲームは多分ね、続きからできないんですよ。また最初からになってるはずなんですよね。うん。で、最初から始めるにあたってですね、今まで育ててきたキャラクターを選別して使うことができるんですよ。将来のコミュニティのために50人までの生存者を維持することができます。削除したいものを選択してください。今んとこいないからね。あ、ダメダメ。ローガン削除しちゃいけない。はい。ということでですね、キャンペーンモードレガシーの定義ですけどね、保安官編は無事クリアになりました。感想としてはですね、最後マジで拍子抜け。最後さ、ウィジーゴスだったっけの、仲間デイビッドの手下がさ、あそこに、こう、張ってて、で、ね、総攻撃戦になると思ったんですけど、デイビッド一人しかいなかったっていうね。もしかしてさ、襲撃で倒した奴らで全員だったんですかね。石膏って言ってたけど。ローガンとかが倒しちゃったことによって人員がゼロになったから、それでデイビッドあそこに一人でいたんじゃないですか。物資あさりに。あ、手下もいなくなったな。自分で探しに行かないと生き残れないっていう、ので。うん。その可能性あるね。この流れからして。でも、ローガンたちには、こちらの人数っていうのは、ね、把握されてないから、ブラフを張ってあんだけ言ってたんじゃないの。我々にくだれって。本当はいないんだけども、自分しかいないんだけど。もしかしたらね、そうだったんじゃないでしょうかね。はい。それだったら、辻褄合うよね。あそこで一人だった理由。はい。ということで、楽しくやらせていただきましたけど、ほらね、やっぱなくなりましたね。あの続きからできるようだったらね、次のマップ移って、なんかすぐ新しい別のリーダーに切り替えてって、やるつもりだったんだけど、案の定、セーブデータはなくなりましたね。はい、それではですね、保安官編はこれにて終了とさせていただきます。次回からですね、また最初から始めていきます。それで、別のマップに移動できるタイミングで移動して、そうだね、そっちのマップでいろいろとサバイバル生活を送っていければいいかなと思ってます。はい、それでは、ね、真のシーズン1終了と、させていただきます、ご視聴ありがとうございました。次回のねシーズン2もぜひとも見てやってください。ちょっといろいろと狂ってしまったんでね、ちょっとややこしくなってると思うんですけど、シーズン1終了って前の動画でも言っちゃってたから。はい、それでは、島津のState of Decay 2になりました。これにて失礼させていただきます。次回もぜひともまた見てやってください。よろしくお願いします。それではバイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。